MCU タトゥービー加入は9月15日に報道される。平野と神宮寺のトゥービー加入情報漏れは滝沢氏の意図的なものだった。こんにちは、スコープ芸能です。5月22日をもってジャニーズ事務所を退所し、7月7日に元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた TOBE への所属を発表した元キング&プリンスの平野紫耀さんと神宮寺勇太さん、9月いっぱいまでジャニーズに在籍する元キング&プリンスの岸優太さんの退所後の去就が注目されています。滝沢氏や平野さんの岸さんが TOBE に加入するという様々な匂わせがあり、岸さんの TOBE 合流はほぼ確実だと言われています。しかしファンや関係者からすれば、岸さんの今後について気が気ではない状況です。ここである気になる噂について触れていきたいと思います。それは岸さん合流確定の情報が退所前の9月15日あたりに漏洩するのではないかというものです。まずなぜ情報が漏れる可能性があるのかというと、前述した平野さん神宮寺さんの TOBE 入所前に起こったあることに起因します。昨年10月をもってジャニーズを退社した滝沢氏、今年3月には TOBE の設立を発表し、自身のツイッターアカウントで行った生配信で、僕はやはりもう一度エンターテインメントの人生を歩もうと決意いたしました、新人を募集しアーティストをプロデュースする会社を立ち上げましたと宣言しました。滝沢氏の電撃退社直後、平野さん、神宮寺さん、岸さんのグループ脱退、ジャニーズ退所が発表されたことから、各メディアとも双方の合流説をしきりに伝えるようになりました。またその後の退所者に関しても、ひとまずは合流かと報じる流れになっていたんです。そんな中、6月18日配信の週刊女性プライムが平野さん神宮寺さんが TOBE 合流と断定的に報じたのです。実際平野さんと神宮寺さんが TOBE に合流したのは7月7日です。なんと入所発表の19日も前にこの情報はリークされていたということです。また6月18日時点でリークされた情報は他にもあります。メンバーの家族も含めた打ち合わせを複数回行っていることや、すでに TOBE から2組がメジャーレーベルより CD をリリースするといった具体的な新情報がいくつも飛び出したんです。さらにはライバル誌にあたる6月29日発売の女性セブンも同じ内容の記事を出していて、平野は滝沢氏プロデュースで新曲リリースに向けて水面下で計画を進めているとのこと。両氏ともに TOBE の本格始動は7月としています。9月9日に IMP がセカンドシングル IMP を9月15日に配信リリース、また同日楽曲のミュージックビデオを YouTube にて公開することを発表しています。6月の時点でメジャーレーベルでのデビューが自社レーベルからのデビューに変わっているという相違はありますが、6月時点でこれだけの情報が漏洩しているというのはいささか不思議だと感じた人も少なくないのではないでしょうか。この展開に滝沢氏の古巣であるジャニーズ事務所関係者からは、事前に情報が漏れすぎだと嘲笑混じりの指摘が聞こえてきていたそうです。今回の配信に関しては公式発表が先行しているものの、週刊誌に報じられた平野さんら元キンプリメンバーの合流話はもはや公然の事実に近い状態。それだけにスタート前からこの情報流出量では先が思いやられると半ば呆れているようですね。ただ TOBE は週刊誌報道に関してその当時否定も反論もしなかっただけに、むしろ滝沢氏が親しい記者にあえて情報を流して宣伝してもらっているのではとの声も多く上がっていたそうです。この時のジャニーズサイドが指摘する情報漏洩しすぎというのもまた滝沢氏の計画のうちという可能性は非常に高いと感じます。その根拠として滝沢氏は多くの匂わせ行動をしてきました。ケンタッキーフライドチキンの写真をツイッターに投稿し、元 V6 の三宅健さんの加入が発表された時も TOBE Continued 0人の文字とともに2脚の椅子が並ぶ様子の
予告画像を公開し、平野さん、神宮寺さんが加入した時も滝沢氏はあえて分かりやすく匂わせ行動をしてきました。そして岸さん 2B 加入の匂わせもありましたね。滝沢氏がインスタにアップした火山3枚の写真では、1枚がシンク、1枚が水色、1枚が紫の火山の写真で、キンプリ時代イメージカラーは平野さんがシンク、神宮寺さんが水色、岸さんが紫だったことから、3人が将来的に 2B で顔を揃えるのを匂わせたのではと言われています。その他にも岸さん合流はほぼ確定だとも言える、様々な匂わせをしています。このことからも 2B に平野さんと神宮寺さん加入することをリークしたのは滝沢氏本人なのではと推測が立てられます。さらに平野さんですが、ただいまインスタフォロワー400万人突破で飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進を続けていますね。しかしある一点の違和感を感じてやまないのです。それは 2B での未来についてほぼ語らないことです。少し前は自身のインスタグラム人魚の絵を投稿し、それが岸さん合流の匂わせではと散々囁かれてきましたが、ここ最近の平野さんはどこか先のことについて触れないようにしていると感じるのです。予測ですが、平野さん、神宮寺さん、岸さんでユニットを組む準備だったり、はたまたソロデビューだったり、どのような形でデビューするかは分かりませんが、その準備をしていないなんてことは絶対にないはずです。皆さんもそう思いませんか？しかし平野さんもとい神宮寺さんも今後の活動や今している準備について SNS 等はわざと触れないようにしているのです。滝沢氏と岸さん入所時を盛り上げるための作戦を立て、それを水面下で遂行しているように感じざるを得ません。ここで先ほどの平野さん神宮寺さんの 2B 入所時の情報のリークの話に戻ります。平野さん神宮寺さんの 2B 入所時の情報流出は入所の19日前でした。もし滝沢氏が岸さんの入所をわざとリークさせるのであれば、岸さん退所の半月ほど前に岸さんの合流の情報が世に流れるのではと推測できるのです。スコープ芸能では9月15日前後にその情報が世に流れる可能性があると睨んでいます。もちろん平野さんと神宮寺さんの情報漏洩はすでにジャニーズ事務所退所後であったため、今回の岸さんの場合事務所との兼ね合いもあり、わざとリークなどと大胆な行動を滝沢氏が起こさない可能性もあります。今後どのような展開になるかは分かりませんが、岸さんのこれからについていち早く皆さんに情報をお届けできたらと思っています。平野さん、神宮寺さん、岸さんの活躍を早くテレビやネットでたくさん見れることを願っています。彼らの動向に注目ですね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。